ビアケイ TV。 はい、今回のですねビアケイ .TV はですねイオンモール草津にやってきたんですけども、今日はなんとこちらで、じゃあいいじゃないか男だをですね100人以上の親父と共にですね一緒に歌おうということで、ちょっとリポートやってきたんですけども、見てください、もうたくさんのですね人が集まっているんですが、こちらに知ったくふり買いつぶりですね、今滋賀県で人気のですね藤井組が作ったキャラクター知ったくふり買いつぶり、あ、ひろゆきさんですね、あの方はと一緒にですね子供たちがたくさんもう撮影もされているんですけども、あそこには千恵子さんがほらもう子供たちと一緒に撮影の方を行っているんですけども、これから、親父たち100人集めてですねみんなで親父応援歌歌って、紅白を目指そうという企画、私も参加してみたいと思います。はい、こちら横にはグーミーさんにやってきていただきました。こんにちは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 。どんなお気持ちですか。いやそれはもうここで100人以上の方が集まっていただいて、あの紅白にもう本当大手をかけたいですね。大手を、はい、あ、もうその辺まで来てるということですね。頑張るぞ。おー、今親父たちが集まって石川社長の話を質問ですね聞いてるんですけども、11月いっぱい来てください、このたくさん集まった親父たち、私もその一人なんですけども、今からこれを盛り上げていくぞと、新しい親父を求めようと思ってます。紅白が近づくんです。勝手に言うてます。親父さん、もし僕たちの歌を聴いていただいて、この後ご中継に出てきますので聴いていただいて、よっしゃ一緒に盛り上げてやろうやないか、親父が親父を応援するでやってやろうやないかと思っていただいたら出てください。イエーイ。この歌を歌って日本中の親父を元気づけるために集まりました。なぜ紅白に出たいかという
方にちょっとインタビューしてみたいと思います。どうも。あ、どうも。どうも。どうでした。あ、もうほんま元気が出ました。今日参加された。そうです、谷もあるように不況を吹き飛ばすとか、そうですね、元気、世の中を元気にするとかそういうのもあるんで、もう声枯らしてみた。こちら琵琶湖放送の松本部長にお越しいただきました。どうもお疲れ様です。こんにちは。こんにちは。我々以上に集まってくれた親父たちがさらに我々以上に盛り上がってもらってるんで、その思いを今度は我々は NHK という大舞台でこの盛り上がりを爆発したいですね。もうぜひ皆さんで叶えていきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもこんにちは。お疲れ様です。子供たちもまたたくさんね。はい、いやね、子供さんねすごいね、あのね、お父さん応援して、うん、あのこの歌好きやっていう子多いんですよ。覚えてますか。そうなんです、ね、うん、たくさんも大人気、今滋賀県民に大人気の千恵子さんなんですけどね。ほら、ありがとう。まだちびっ子がまた歌おうね。イエーイ。はい、はい、ありがとうございました。今大人気の千恵子さんでした。ありがとう、さよなら。はい、藤井組長に来ていただきましたけども、はい、お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。今日すごかったですね。あ、もうすごかったです。もう嬉しかった。マジですごかったですね今日、うん、それに今のやっぱり多いと気持ちいい。一番すごいですよ。カメラに向かってもうぜひもう、うん、みんなあの紅白一緒に行きましょうね。一緒に歌いに来てください。むっちゃ気持ちいいですから。ぜひとも目指すの紅白と、はい、いうことで、はい、頑張るぞ。ああ、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。感動しました。私中に入ってね、歌って声枯れてますけど ね一緒に歌ってくれたもんね。ありがとうございます。いや本当で鳥肌が立ってて。どうでした今日の出来は。うん、僕らはもう本当にやっぱりここで100人の人も、うん、が集まらなかったらもう多分紅白もないやろうということで、まあ、勝負やったんですよ ですね。はい、それで100人以上の方が答えてくださって、もう50人最初一緒に歌ってくれた50人のメンバーももう本気で、うん、何にも得しないのに別にね、1円も儲からないし、うん、で別に何の制約もないしね、集まってくれてね。でそれが見えた時に、あ、この暑さっていうのは割と皆さん好感を持ってくれるんちゃうかなと思って、親父を応援する歌を親父が歌ってやろうって、それだけやから、下手な俺でもええんやったらっつって来てくれてるだけやから、こうやって滋賀県の人がこだわってくださるっていうことは、行けよって言ってくださってるいうことやから、だったら続けさせてもらえると思うん で、10月もこれを持って NHK さんにプッシュして、今ね22局のテレビ局とか放送局に今取り上げてもらって出演させてもらってるんですけど、もっともっとあの滋賀のパワーを全国のメディアに伝えて、でそれであのなんていうかムーブメントをね大きくしていきたいなと。起こしたいですね。これから本当に紅白を目指して頑張って、はい、行きましょう。行くぞ。おー、おー。